株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大、ワクワクの方が大きいですね。株式会社 AI によるデモ音声です。落ち着いた冷静な口調で語りつつも、ガズサマジック渡辺俊介監督の目の奥には熱い闘志が垣間見えた。株式会社 AI によるデモ音声です。かつて千葉ロッテマリーンズで13年間プレーし、ミスターサブマリンの異名を取った男は、日本製鉄カズサマジックの監督に就任して2年目になる。株式会社 AI が提供するデモ音声です。昨年は予選敗退。株式会社 AI が提供するデモ音声です。その悔しさを胸に1年間選手、コーチ、スタッフとともに隙のないチーム作り上げ、監督として初めて都市対抗野球本大会出場の切符をつかみ取った。株式会社 AI によるデモ音声です。11月28日に開幕する第92回都市対抗野球大会を前に、日本放送大泉健人アナウンサーがその思いを聞いた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。悔しい経験だったと思います。株式会社 AI によるデモ音声です。この1年間チームはどう過ごしてきましたか？社会人野球のチームにとって、都市対抗に出るということ、東京ドームでの試合を応援してもらうこと、ここに全てが詰まっています。株式会社 AI が提供するデモ音声です。去年はそれを成し遂げられなかった悔しさと、俺たちは1年間何をやってきたんだという思いがありました。これはデモ音声です。今は逆にこの1年間やってきたものを皆さんに見てもらえるという気持ちがあるので、去年と今では天国と地獄くらいの差があります。これはデモ音声です。今年の予選を勝ち上がった瞬間は、良かったというよりもほっとした気持ちが 100% でした。これはデモ音声です。今は東京ドームで勝ち上がっていくために準備をしています。初戦の相手は西濃運輸です。これはデモ音声です。今年のベーブルース杯でやられた相手ですので、くじで決まった瞬間はチーム全員がやり返してやろうとスイッチに入れ替わりました。主将の田中健選手は10年選手でチームを引っ張ってきた。これはデモ音声です。西濃運輸さんもなかなか隙のない粘り強いチームだとは思うのですが、うちが勝負するところもそういう部分です。株式会社 AI によるデモ音声です。これを徹底することで、試合の中で今までを超えるパフォーマンスが出ることにつながってくると思います。社会人野球ファンだけでなく、ロッテファンの方々も注目されている。これはデモ音声です。渡辺監督からファンの方に熱いメッセージをお願いいたします。株式会社 AI によるデモ音声です。まあロッテファンに限らず、株式会社 AI によるデモ音声です。かっこ笑い、私たち日本製鉄カズサマジックというのは、君津、木更津、富津、袖ヶ浦の4市とその周りでチームを応援してくれる方のためにある市民球団という形です。はデモ音声です。都市対抗野球大会組み合わせ1回戦、11月28日、日 VS 西濃運輸、18時0分試合開始。